本郷町駅は岐阜県岐阜市正五町6丁目にあった名古屋鉄道岐阜市内線の駅である岐阜市内線の前身である美濃電気軌道市内線の駅として開業した廃止時の中節駅方面の隣駅は西野町駅であったが1946年頃までは同駅との間に菅原町駅が存在していた当駅は一時西野町駅ともに この菅原町駅に統合されていたこともあるという、相対式2面2線の乗り場を持っていた。ただし道路との併用軌道上で安全地帯はなく、グリーンベルトと称して路面を緑色に塗装してあるだけだった。上下の乗り場は千鳥式に配置されていた。ABC、岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社。 1997年、218から230ページ。ISBN4 から876700974。ABC 今尾啓介、日本鉄道旅行地図長7東海、新庁舎、2008年、52ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。川島慶造。 全国鉄道事情大研究名古屋北部岐阜編1創始者1997年131ページ ISBN4 から794207964電気車研究会鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月臨時増刊号特集名古屋鉄道くず名古屋鉄道路線略図ありがとうございます